2015年6月17日、台湾、苗栗県で、生後わずか2ヶ月の乳児が、すでに麻薬中毒となっており、台湾史上最年少の残薬治療が行われることが分かった。台湾市中国時報の報道を中国新聞社が伝えた。生後2ヶ月の乳児が、どのような経緯で薬物中毒になるのか。もちろん、その原因は母親にある。乳児の母親は違法薬物を常習しており、乳児は母親の妊娠中からすでに薬物の影響を受けていた。出生後は母乳を通じて間接的かつ継続的に薬物を摂取していたとみられる。17日夜、母親を拘束するために現場に駆けつけた警察と衛生局職員によると、乳児は明らかに薬物中毒の症状を呈していた。母親自身は心神喪失状態で、自力で生活する能力はすでに失っており、乳児はほぼ育児放棄状態だった。母親を取り巻く状況は常軌を逸している。母親は、乳児の父親とは正式に結婚しておらず、内縁関係だったが、もともとこの男性は彼女の義弟、つまり女性の妹の夫だった。当の妹は、違法薬物売買の罪で十数年の服役中。妹の収監後に、二人は同居を開始し、2015年4月に、未婚のまま娘が誕生した。二人も、薬物売買で生計を立てており、当局の目を逃れるように、車上生活を送っていた。